このやつ。もうちょっとね、優しそうな感じですけど、はい。男性ですか？男性ですね。ちょっと60過ぎのおじいさんというか、で、なんか一重ですね。一重の目がね、そんな大きくないというか、はい、優しそうな感じの人です。でもすみません、これね、僕でも霊感があるわけじゃないですけど、はい、幽霊が見えることもないですし、はい、ただ本当にこれが見えるっていうだけの話で、はい、この人がどういう人なのかも分かんないですし、いいか悪いかも全く分からないですし、はい、だからこのまま家帰ってやぶいて捨てても全然大丈夫なんです玄関に飾り、いや飾らないです絶対になんで、はい、一応そういうことしか分かんない、それまでのことしか分かんないです。ここに見えるという多分そうですね。今ぐらいで割と白髪がすごい多いですね。ちょっと黒い中に白髪があるみたいな、白髪の中に黒いのがあるぐらいの感じの人です。ちょっとだけ思わなかったようですね。ありがとうございます。はい、背後霊ってどこら辺に見えるんですか？やっぱ背後にいるんですか？こっちですね。はい。これ書いた後にいつもみんなあーってなるんですよ。その関係性がよくわかんないし、でもうちのおじいちゃんにすごい似てるっていう人ももちろんいますし、死んだ人もなんだっていう人もいますけど、それが本当にそうかもわかんないですし、ただ僕が書いてたのはこうだっていうだけなので、だから人間じゃないこともあるんですか？いや、それはないです。猫とか全然ないです。いない人とかいるんですか？います。見えない人います。複数の人もいるんですか？いや、それはいないです。一人だけです。ありがとうございます。はい、すみません。いや、大事にはしたくて大丈夫です。本当にだから別になんか霊がなんとかってことじゃないんです。別に知ってる顔ってわけじゃない。60歳過ぎぐらいですけどね。いや、ない方がいいんですよ、思い当たるし。ない方がね、あったらなんかあった方が気持ち悪くなると思うんで。はい。これほくろですか？いや、ほくろではないです。あ、違う。シワですね。あ、シワ。なんか私ネットでこれ絵見たんですけど、それよりすごい全然お上手ですね。本当ですか？なんかはい、その美大生に持ってかれちゃったみたいな話の時に、なんか例でなんか出てたんですけど、本当ですか？なんかもっとすごいなんか。下手でした。はい。僕も一応ね、何くそと思って練習したからかもしれないですね。あ、すごい。全然お上手で。はい。ありがとうございます。すみません。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。